身体症状だけじゃない、癌の心の健康への影響。癌は世界中に最も蔓延している病気の一つです。2018年だけでも、1810万の新たな症例がありました。さらに、患者の数は今後数十年で増加し、 2040年には新しく診断される患者が2950万人に達すると推定されています。今回の記事では、がん患者の体面の健康だけでなく、精神面など心の健康にどう影響するかについて説明します。がんの発症には様々な原因があると考えられています。その一例は、例えば、遺伝、感染症、 放射線や科学的な発がん物質への暴露などがあります。また、ライフスタイルがガンを発症する原因となるケースも多くあります。タバコ、アルコール、座りがちな生活などの生活習慣、慢性ストレス、肥満、および十分な栄養を摂取しない食生活は、 悪性腫瘍を発症するリスクを直接的または間接的に増加させる要因です。がんは時間の経過とともに発症し、死亡率が高い他の病気と同様に、非常に深刻な方法で私たちの感情面である心の健康に影響を与えます。がんの診断に対する患者の反応を。癌という診断に直面したとき、 人々は非常に異なる方法で診断結果に反応します。この反応は患者の性格と感が彼らにとってどのような意味を持つかによって異なります。患者は自分の適応スタイルに従って反応します。よくある反応の中から最も多い5つをご紹介します。戦う、病気に対して積極的な態度で情報を求め、 治療に関与します。拒否、癌の診断を受けたという問題について話さず、まるで癌と診断されていないかのように行動します。宿命論、自分の考えを裏付ける客観的なデータがあるかどうかに関わらず、考えられる最悪のシナリオに自分の身を置きます。絶望、憂鬱な状況を助長する角に否定的な考えを持っています。 不安、患者は病気が原因で起こる不確実性の管理に苦労します。こちらもご参照を乳がんについて知っておくべきこと。患者の感情は時間とともに変化しますか患者は病気の様々な身体的な症状の段階を経験するのと同様に考え、意識、そして感情が変化します。 治療により治癒の可能性がある場合と部分屈辱との場合では患者の感情が大きく異なります。また、再発、転移、または末期である場合など、ケースごとに感情が異なるでしょう。つまり、患者の性格と癌の病気によって患者がどう適応するかが決まります。癌患者の不安障害と鬱病。 不安障害と鬱病は、癌患者の最も一般的な心理的反応です。鬱病。様々な研究によると、鬱病の有病率は、研究対象となる人と患者の病気に応じて、患者の4%から58%の間で変動する可能性があります。平均は約40%で、 一般の人と比べて非常に高い割合です。うつ病のエピソードは、癌の症状の管理が困難になる可能性があり、患者はより頻繁に治療を拒否するかもしれません。このため、周囲の人々がうつ症状に精通することが大切です。また、 精神主要専門医や患者に感情面のサポートを提供する人とコミュニケーションをとる必要があります。不安障害。癌により患者が神経質になり、激しい恐怖を感じる多くの状況を引き起こす可能性があります。最も一般的な原因のいくつかは次の通りです。診断時の反応性の不安障害。 不確実性を管理することの難しさ。以前に発症した不安障害の再活性化。恐怖症。パニック発作。全般性不安障害または、心的外傷後ストレス。肉体的苦痛と痛みへの恐れ。コントロールの喪失感。実存的苦悩。薬理学的治療そのものによって増大する不安障害。家庭環境に関連する痛みに苦しむ。治療への恐れ。 副作用、手術、体的及び心理的影響、死への恐れ、感情的なサポートが重要。近年、様々な癌の種類において、癌の生存率が改善されていますが、それでも多くの患者にとって致命的な病気だと言われています。多くの場合、友人や家族は検査結果や性検に重点を置いており、 がんが感情面の健康に影響を与えることを忘れがちです。また様々な研究は患者の苦しみが非常に深刻になる可能性があることを示しています。最後に家族や友人が患者の感情面をどのようにサポートできるのかを学ぶことが大切です。セラピストや精神腫瘍学の専門家と相談して 特定のトレーニングを受けることも可能です。